Deeply.私はウルフになったんだ。そうだ、GV は。まだ生きてる。これまだだ。それなら、GV、私の命はあなたと共に生き続ける。これからはずっと私の歌があなたの力になる。泣かないで、GV。そうだよ、GV。私の心はずっとあなたと共にある。もう離れない。 GV のことは私が守ってあげる。シア、泣いている場合じゃないよ、 GV。 あなたが今したいことは何？行きましょう、 GV。 私の歌があなたの力になる。待っていたで、ソーロー。ガンボルト。彼ら、お前も生き返っていたか。死してなお、小生の渇望は埋まっておらねえ。小生は、小生を倒した貴殿と今ひとたび拳を交えたかった。
何があったかは知らぬが、今の貴殿は鬼神が如し気迫感じるぞ。主の並外れた第七波動も実に楽しみだ。さあ心ゆくまでし合おうではないか。お前に付き合ってる日の相変わらずの連れぬお言葉。なれば小生をのしてみせい。見事あっぱれだ。そうさせてもらう。自分あなた待てね。私の人はあなたが守る限り。これだけ手触れ。女の声。キレ何を背負っておる。だが良いぞその気迫。いや小生が求めるのはそれなのだ。強敵を打ち砕くからこそ価値がある。いや天よ小生に与えたまえこの鬼神をねじ伏せる力を。つかめ奪え砕けえぐれうらふんたぎるぞ。受けよ鳥獣自爆祭。飛ばしアームドブルーライトニングスピア爆発資産。満足だ。私の翼とあなたの翼が一つになった今なら、あなたは飛べる。無限のジャンプで。するつもりか。まさか生きていたとはな。どういうマジックだジブイ。アシマ、お前の好きにはさせない。ジブイは私が守る。そのセブンスのパターン。なるほど、サイバーディーバをその身に取り込んだ。惜しいぞ GV。 その力があれば私に代わり新たな時代のリーダーとなれただろう。そんなことに興味はない。どうだ、育て方を間違ってしまった。仕方あるまい。今のお前は我々の前に立ちはだかる敵だ。おお！た！ほとばしれアームドブルー、我が敵を貫き滅ぼせ。その姿。雷撃のセブンスがお前だけのものだと思っていた。かつて南米の奥地で世界で最初のセブンス能力者が発見された。そのもののセブンスは。電子を自在に操るアームドブルー。雷撃による高い戦闘能力、電磁場を利用した機動力、そして何より電子技術が支配する現代社会において、あらゆる電子機器を意のままに操れる雷撃のセブンスはまさに究極の能力。
そう、旧来の発電方法に限界を迎えていたスメラギの連中は、新たなエネルギー資源のキーとしてこの力に目をつけた。スメラギはエネルギー研究のため雷撃能力者を量産する計画を打ち立てた。始まりの能力者から雷撃の能力因子をクローニングし他の実験体へ移植するプラン、プロジェクトガンボルト。だが雷撃の能力因子に適合する者は極めて少なく、生きた成功例はわずか2年。その成功例がこの私とお前というわけだ。バニシ、GV、私もお前と同じ境遇だ。お前ならばわかるだろう。世界は偏見に、差別に満ち溢れている。力なき無能力者たちがいかに我々を迫害してきたか。能力者と無能力者は決して相手シーリングボルト入れることはできない。では滅ぼすしかあるまい。そんなにチェイサー、一人でやっていろ。俺は何やってたっけ。腕無関係なシアンを殺した。絶対に許さない。ほとばしでアームドブルー響け、ディーバの歌声よ。僕とシアンの怒りと悲しみを受け取れ。アスモフ、やはり敵対をやめぬか。チェイサー、ナンセンスだよ GV。 こんなものでは。言葉知れ、アームドブルー、ボルティックチェーン。うおはあ、カーズ、チェイサー、バニシだ。ヒーリングボルト、カーズ、チェイサー、カーズ、チェイサー、バニシ、バニシ。さすがだガンボルト、その力。お前こそ新たなる世界のリーダーにふさわしい。そんなものになるつもりはない。僕はただシアンの敵を取っただけだ。ああそうだろうな。だが能力者の台頭はもはや止められん。力を手にしたお前はその流れに抗うにしろ乗るにしろ、いずれ逃れられぬ戦いに巻き込まれていくことになるだろう。お別れだチーム。能力者の未来はお前に託す。グッドラック。アシモフ、まさか死んで。いや、そんなアシモフ。
おい GV、 なんだよ、何があったってんだ。それにシアンちゃんは。彼に触れないで。これからはどこまでもずっと一緒だから。あなたはどこへ行きたい？僕は
私はずっとあなたのそばに